どうも、菊之進です。答えたくない質問に対してしつこく詮索してくる。プライベートのことや会社のことなど根掘り葉掘り聞いてくる。メールや電話、LINE、Twitter など、こちらの都合を一切考えずにガンガンと連絡を送ってくる。やんわりとお断りしているつもりなのに、全く気づいてくれない。それどころかエスカレートして、ストレスが溜まってきている。そんなあなたへ。今日はしつこい人の心理状態と対処法について紹介します。まずはじめにしつこい人に共通する3つの心理状態についてお話しします。1番目です。構ってほしい。構ってもらえなくて寂しいというのが根底にありますので、あの手この手を使ってでもあなたの気を引きたいんです。2番目です。執着したい。自分の寂しさを埋めてくれる人を簡単には諦められません。相手に依存し、自分の思い通りに動かしたいという気持ちがあります。3番目です。ポジティブに捉えたい。たとえあなたがやんわり断ったとしても、当の本人は口先では嫌がっていても、きっと自分には好意があるに違いない、とポジティブに都合よく解釈します。あなたに迷惑がられた、ということは、相手にとっては構ってもらえたということになるんです。ここからは、しつこい人への対処法について、10通りの方法を紹介します。1番目です。優しくしない。しつこい人は、お人よしで優しい人を好みます。しつこくしても良さそうな雰囲気の人に粘着する傾向があるんです。2番目です。会話は適当に流す。わざわざ話を膨らませたり、自分から意見を言わないのが賢明です。質問して話を深く聞き入ると、相手は自分に好意があると勘違いを起こしてしまうんです。3番目です。笑顔を向けない。笑顔はそれだけで、相手の存在を肯定しているよ、理解しているよというメッセージになってしまいます。4番目です。二人きりにならない。二人だけの空間は相手にとって絶好のチャンスになります。周りの目を気にせずに思う存分あなたにアプローチできてしまうので気をつけましょう。5番目です。自分から連絡しない。変に連絡を取らずに接点を持たないようにしましょう。必要なことだけを返信する。どうでもいいことはスルーするというスタンスです。6番目です。無視する。何度も繰り返し連絡を立てば相手が本当は自分のことが嫌いなんだと気づいてくれることがあります。7番目です。ブロックする。迷惑行為が続く場合は、LINE や SNS をブロック。メールや電話も着信拒否しましょう。8番目です。はっきりお断りする。意を決して相手にしつこいです。迷惑です。とはっきり伝えましょう。少し厳しめに、突き放すくらいに、はっきりした言葉で拒否を示せば、向こうから避けるようになります。一つ注意点は、人格否定をしないことです。ほんと気持ち悪い、気味が悪い、人として最低、などと言ってしまうと、相手はあなたに対して粘着するだけではなく、攻撃もしてくるようになるからです。9番目、周囲に味方を作っておく。例えば、しつこい相手が職場の人であれば、上司や上司の上司、先輩や同僚など、あなたの周囲に味方を作っておきましょう。そうすることで、しつこい相手が逆上して、報復行為に走ったとしても、周りが味方になって助けてくれる環境があるので、安心です。一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談するのがベストです。10番目、専門部署に相談する。一連の対処法を実行しても、迷惑行為が収まらない場合。職場なら人事部やコンプライアンス部にセクハラやパワハラの形で相談するのも手です。嫌がらせの証拠があれば、いつ、どこで何をされたかをまとめて、警察や弁護士に相談することもお勧めします。以上です。優しくしない。会話を適当に流す。笑顔を向けない。二人きりにならない。自分から連絡しない。無視する。ブロックする。はっきりお断りする。周囲に味方を作る。専門部署に相談する。でした。大抵のしつこい人は無視したりブロックすることで終わりますが、その中でも一部の粘着質な人は、はっきりお断りしないと伝わりません。それでも行為をやめない人は、もはやストーカーです。専門の部署に相談して、速やかに対応してもらいましょう。辛い思いをされていることと思いますが、勇気を出して行動してみてください。一人で抱え込まずに、周りにも相談してみてくださいね。しつこい人の苦痛から、一刻も早く解き放たれることを切に願っています。それではまた。さようなら。